んこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら。980円で i7-6700 を購入してきました。980円で i7? この前に偽物騒動があったのにまた CPU 買ってきたの。今回は前回の失敗も踏まえて、おそらく偽物ではなさそうだったので購入してきました。果たして本当に本物の CPU なのかしらね。大丈夫です。もしこの動画が少しでも面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ということでこちらが今回購入した CPU となります。こちらはジャンパラで980円で購入してきました。i7-6700 が980円ってちょっと考えられないわよね。まあ、ですよね。こちらはジャンクでの購入だったんですが、その時の値札がこちらになります。起動時ブルーバックになります。どうやらブルースクリーンが多発するみたいなんですよね。ブルースク？まあ逆に言えばブルースクが出るってことは起動自体はできているってことだから、今回は少なくとも偽物ってことはなさそうです。いや考え方の基準がおかしい。とりあえず買ってきた CPU の状態の確認をします。こちらが裏面となります。購入前にも一応確認したんですが、ネットなどに落ちている i7-6700 の裏面とコンデンサーの配列は間違ってなさそうです。あとはコンデンサーやチップの欠けなども見られませんね。とりあえず前回の教訓が活かされているみたいね。ですね。では続いてはシリアルも調べてみましょう。こちらはいつものインテルの保証に関するページとなります。こちらで製品タイプをプロセッサーを選択し、バッチナンバーやシリアルナンバーを入れていきます。そしたら確認ボタンを押します。果たしてなんと出るのか。はい、こちらの CPU なんですが、トレイバンプロセッサーということでした。トレイバン？通常お店などに箱で売られている CPU がボックス版と呼ばれ、OEM またはコンピューターシステムメーカー向けの CPU がトレイバンとなります。まあ物としては同じなので本物ではあるかと思います。で、確か前回の偽物の字もトレイバンって出た気が。まあそれもありますし、逆に正規品でも正常判定されない時もあるので、一つの参考程度に見ておきます。では起動確認前に簡単にスペックのご紹介をしていきます。4コア8スレッドでベースクロックが 3.40GHz、ターボブーストが 4.00GHz で、GDP が 65W の内蔵グラフィックがついてる CPU となります。第6世代、スカイレイクと呼ばれる世代の CPU になります。今でも中古品で1万5000円ぐらいで取引されている CPU になります。それが980円ってかなり闇がありそうね。それでは実際に起動させてみましょう。シュラララ。それでは起動確認をするために CPU をセットしていきましょう。検証環境はこんな感じになっています。電源以外は中古やジャンクで買ったものになりますが、動作確認はできているものとなります。で、とりあえず最小構成でやっていきたいと思います。CPU クーラーがグラカマ先輩って、リテールクーラーでもよかったのでは？いっぱいあるはずなのに一番目の前にあったのが先輩だったので今回はグラカマ先輩で検証していきます。ということで準備ができました。早速動かしてみましょう。スイッチオン。果たして動いてくるのか？メモリも光らないので動いているのかわかりにくいですが、グラカマ先輩のファンはきちんと回っております。さて画面の方は、結構長いわね。一度再起動をしてるみたいです。もう少し待ってみましょう。今ロゴがちらっと見えた。はい、ということで一応 BIOS は立ち上がってきました。こちらが BIOS 画面となります。こちらではきちんと i7-6700 と認識もされていますね。ということは少なくとも偽物説はなくなったわね。ですね。ではBIOSの確認が取れたので、SSD をつなげて Windows をインストールしていきたいと思います。それではもう一度電源を入れてみましょう。電源の電源も忘れずに。スイッチオン。とりあえずBIOSに入ってブートの有線を変更していきます。起動を Windows が入っている USB に変更して、保存して再起動します。再起動してロゴが出ました。このまま待っていれば Windows のインストール画面に進むはずです。あれ、なんか長い。なんか長いですね。もうちょっと待ってみましょう。
Windows を起動しようとしたらブルースクリーンになってしまいました。荒木祭通り、ブルースクリーンになってしまったわね。この後何回か試したんですが、2回目。3回目。4回目。この後何度続けても Windows インストール画面にたどり着くことができませんでした。仕方がないので。こちらの i3-6100 を使って Windows だけインストールしていきたいと思います。はい、ということで i3-6100 で Windows のインストールとアップデートまで済ませた状態にしました。じゃあこの状態で CPU を交換して Windows が立ち上がってくるかね。ですです、やってみましょう。シュララ。それでは i3-6100 を取り外して、980円の i7-6700 に交換していきましょう。それでは行ってみましょう。見えないですがスイッチオン。果たして Windows は立ち上がってくるのか。立ち上がってきてくれることを祈って。ロゴが出てきて。はい、残念ながら Windows は立ち上がってきませんでした。え、じゃあどうするの？ちょっと CPU の設定を変えてやってみようと思います。それでは BIOS から Advanced を開いて、CPU の設定項目を開きます。で、この一番上にあるハイパースレッドリングテクノロジーを、オフにしてみたいと思います。これするとどうなるの？これをすることで、4コア8スレッドの CPU が4コア4スレッドで動くようになります。スレッド数を落として起動するかやってみたいと思います。ということで再起動して、自動修復の準備をしています。残念ながら4コア4スレッドではダメだったみたいです。じゃあ次は？続いては同じくアドバンストから、CPU の設定項目。先ほどの項目の一つ下、アクティブプロセッサーコアを設定していきます。こちらを4コアから3コアに変更してみました。ではこちらでやってみましょう。ロゴ画面でくるくるして。さっきまではここでブルースクリーンが出てたわよね。ですね。お。一応タスクマネージャーでも調べてみましょう。はい、こちらが3コア3スレッドの i7-6700 になります。さ、3コア3スレッドってすごい微妙ね。あまり最近の CPU では見ないですよね。では3コアで起動ができたので、先ほどの設定からハイパースレッドリングをオンにしてやってみたいと思います。つまり、3コア6スレッドってことね。はい、そういうことですね。では再起動して、はい、ということで3コア6スレッドで起動することができました。お、つまりどういうことだったの？おそらくですが、この CPU の中にある4つのコアのうち、1つだけきちんと動作することができないコアがあるんだと思います。それがたまたま4番目のコアだったのか、3コア指定で元気な3コアが選ばれたから、3コア6スレッドで動作したんじゃないかなと思います。多分。まあとりあえず3コア6スレッドでも動いてよかったわね。それは確かに。せっかくなのでシネベンチ R23 も回してみました。O3 コア6スレッドってコマ数がいつも見てるのとさすがに違うわね。ですね。では結果はこちら。マルチが3646ポイントと3910ポイント、シングルが1054ポイント最大温度は54度と55度でした。なぜかわからないんですが、マルチが300も差が出たんですよね。ちなみにこちらのマルチのスコアは、i3-9100F や i7-3700 以上のスコアとなります。シングルのスコアは i5-8500 や Ryzen7-2700 と同じぐらいの成績でした。ちなみに4コア8スレッドだったらマルチはどのくらい出たの？ネットの情報によると5000近くまでは出たみたいなので、プラス1000ぐらいは出るって感じですかね。ゲームとかは試してないんですが、YouTube 見たりとかの簡単な作業であれば、とりあえず問題なく使用はできそうですね。シュラララ。はい、ということで今回は、980円のインテルコア i7-6700 のご紹介でした。本物の CPU だったけど、どうせなら4コア8スレッドで動いて欲しかったわね。まあそれだったらラッキージャンク、だったんですが、今回は1コア減らしたので半ラッキージャンクって感じですかね。まあでも980円で3コア6スレッドの6世代 CPU が手に入ったと考えれば、私的には OK かなと思います。あんたって気楽ね。ということで今回の動画はここまで。
もしこの980円の CPU が半ラッキージャンクだと思った方は、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃん、けん、ぽん。またねー。